私はみかん。スノーに限界を感じるちょいぶさ女子24歳。写真は基本斜め45度からしか受け付けない。可愛く写ると噂のスノーで撮ると宇宙人。化粧をしてもやっぱり天然物の美女の足元にも及ばない。集合写真はこれまた地獄。はい、じゃあそろそろカラオケオフ会終了ってことで、みんなで集合写真撮ろうぜ。やばい、来た。みかんちゃん、こっちこっち。私は鏡だとまだマシだけど、写真写りはマジ最悪。最近全力で目を見開くことで写真写りが少しだけマシになるという高等テクニックを身につけた。じゃあ LINE に10枚くらい写真貼っとくわ。お、貼られてる。どれどれ。きついな。他の人ははっちゃけてる時も普通なのに、私はマシなショットが1枚もない。これはまだマシだ。だからな、女っていうのは目を見て唇に目線を落とすじゃん。あとはキスすればいいんだって。いや、それはお前がイケメンだからだろ。いや違うって。いいか、まず女子と話した後軽く手つなげばいいんだって。あとはオートマティックだよ。イッツオートマチック。いやだから、それはお前がイケメンだからだよね。はあ、美女に生まれたかったな。しかも私ブスなのにイケメンが好き。でも目が合わせられない乙女、青山先輩が好き。でもどうしよう、私と青山先輩じゃトグロ兄弟並みに釣り合わないし。はあ、私が本田翼だったら青山先輩と簡単に付き合えるのかな。デッドバイデイライトするだけで億万長者になれるのかな。私、青山先輩のこと好きになってもいいのかな。とりあえず渋谷で1日ナンパすれば10人くらいは誰でも番下できるよ。うん、それってお前がイケメンだからじゃん。違うって、女と目を合わせれば大体のことはわかるじゃん。相手がこっちのことをどう思ってんのかもわかる。うん、それってお前がイケメンだからだろ。美容院行くか。あ、ルームミラーずれてる。うわ、俺ブサイクだな。あー、もう行く気なくなってきた。ふぅ、落ち着いて。大丈夫大丈夫、俺中の下だから大丈夫。いらっしゃいませ、どうぞ。うわ、美容師さん綺麗な人ばっかり。うわ、初めてここ来たけどライト眩しいな。もっと薄暗いところで切れよ。なんでこんなに肌の汚さが目立つライトバリバリのところで切るんだよ。嫌だって。なんで？絶対に楽しいって。そうそう、行こうよ合コン。よろしくお願いします。可愛いですね、綺麗ですね、優しそうですね。ちょっと待って、私だけ優しそうとかおかしくね。つか初対面で優しさ伝わるのもっとおかしくね。何この人、メンタリストなの？大吾なの？これがメンタリズムなの？あの、タイプです。え？あの、もしよかったら、あの、LINE 交換してほしいです。あの、罰ゲームか何かですか？え？こんなにかっこいい人が私のこと好きなんてありえないです。ミカちゃん、こいつ本当に顔とか気にしないやつだから。ほら、やっぱりブサイクだって思ってたんじゃない。あの、ミカンさんは全然ブサイクじゃないですよ。連絡は必要ないなら捨ててくださっても構いません。よろしくお願いします。え？今日の授業は終わり。また来てね。